茨城県道501号桜川、土浦自転車道線は、かつて、茨城県桜川市犬田から、筑波市を経て、土浦市川口を結んでいた県道である。愛称名としては、筑波林林ロードとも呼ばれるほか、現地標識では、通称名の筑波自転車道の表記も見られる。法令上の路線名は、一度だけ解消されており、かつては、岩瀬土浦自転車道線と称した。 茨城県県西地域に位置する桜川市の岩瀬駅前から筑波山海の再六を南下し、県南地域の霞ヶ浦湖,湖岸に位置する土浦市街地にある土浦駅東口付近に達する茨城県道の自転車道で1992年の認定から2016年に廃止されるまでの24年間存在した旧路線である。主な通過地は桜川下時、 道志真壁町古城、筑波市方城、道志小田、土浦市藤沢、道志虫係を経由する。愛称の筑波林林ロードは公募により決定されたものである。本路線の特徴は県道となる以前の経路にかつて筑波鉄道が走っていたが、1987年3月31日、限りで鉄道が廃線となり、その後地を再活用するために自転車道として、 整備したもので、その走行時費は80億7000万円である。つくば鉄道の駅があった跡地の一部は整地されて、公園化し、水飲みトイレベンチなどを整備した休憩所が設置された。なお、他の一般の道路と平面交差する地点では自転車道側に止まれの道路標識がかつてあり、一般道路側には前方に自転車専用道路ありの標識があるのみで、 一時停止表示はなかった。しかし、最近になって一般道路側に止まれの道路標識がつくようになり、反対に自転車道側は交差点注意の標識のみとなり、止まれの標識はなくなった。なお、交通量の多い交差点では、以前と変わらず自転車道側に止まれの標識がついている。見通しの悪い新壁付近では、自転車と自動車の衝突事故が発生している。 2016年3月31日に廃止され、翌4月1日に、茨城県道504号板子、土浦自転車道線と統合されて、茨城県道505号桜川土浦、板子自転車道線となった。前日の通り、筑波鉄道線の廃線跡地利用として、茨城県が土地を買い取り自転車道として整備されることとなり、1992年1月23日に、 新規路線として、当初は岩瀬土浦自転車道線の路線名で認定された。以来、積極的に道路整備が進められて、毎年部分開通を繰り返し、2002年に全区間が開通して、道路整備は一旦収束している。2006年に起点がある西茨城郡岩瀬町と、真壁郡山戸村、同郡真壁町の町村合併での自治体名称の、 変更に伴い、現在の路線名である県道桜川、土浦自転車道線に解消されて廃止されるまでに至る。その後、2016年3月31日に路線廃止となり、翌4月1日に、茨城県道504号板子、土浦自転車道線と統合されて、茨城県道505号桜川土浦、板子自転車道線となった。6カ所の休憩施設があり、 無料駐車場やトイレなど利用者が安心して、利用できる環境が整えられている。路線認定当初は、真壁郡山戸村、真壁郡真壁町、新張郡新張村、つくば市である。出展、月間建設2003年8月号 AB、道路の区域の変更、茨城県法、第1 3 5号、PP、5455、AB、県道路線の廃止、 茨城県法第2780号 P92AB 県道の路線の認定茨城県法第312号 P3ABCD 茨城県道路現況庁所平成26年4月1日現在サイクリングするには岩瀬土浦自転車当選茨城県教育委員会ホームページより道路の区域の決定自転車歩行者専用の指定 茨城県法、号外47号、PP1820、道路の共用の開始。茨城県法、第437号、PP45、道路の区域の決定。茨城県法、第534号、PP82、道路の共用の開始。道路の区域の決定。自転車専用道路等の指定。茨城県法、第547号、PP 9 2道路の共用の開始自転車専用道路等の指定茨城県法第574号 p p 2号、道路の区域の決定道路の共用の開始自転車専用道路等の指定茨城県法第808号 PP2428 道路の共用の開始自転車専用道路等の指定茨城県法第841号 pp 3133道路の区域の決定道路の共用の開始自転車専用道路等の指定茨城県法第976号 pp 27道路の区域の決定茨城県法第1104号 pp 4 5道路の共用の開始自転車専用道路等の指定茨城県法第1112号 pp 14 道路の区域の決定、自転車専用道路等の指定、茨城県法、第1165号、PP89、道路の共用の開始、自転車専用道路等の指定、茨城県法、第1215号、PP45、道路の共用の開始茨城県法、第1249号3月29日より、道路の共用の開始茨城県法、 第1322号12月13日より、道路の区域の決定、道路の共用の開始、茨城県法、第1354号、PP89、県道の路線名の変更、茨城県法、第1758号、P19、県道路線の認定、道路の共用の開始、道路の区域の決定、自転車専用道路等の指定、 茨城県法号会第46号 PP123 ありがとうございます。